さてこれをどのくらいの大きさにかけていくか、このぐらいかな、いいと思う。こんぐらい。そうでも、もう2枚で贅沢に使う。え、そんなにいるの？お姉ちゃんのさ料理の腕が心配なんだね、みんな心配だね。まあこれはこうでしょ、こうだよね、うん。じゃあ切ってみますね。すごいミコがそわ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 してる。こいつが包丁使って大丈夫なのか。え、こうちゃんは違った意味でソワソワしてる。お肉打つ。はい、みーことは違った意味でソワソワですね。切れましたね。はい、そしたらまずはキャベツを炒めなくちゃいけないから、はい、包丁使う場面は終了だよね、うん、そしたら包丁先に使いまらした、うん、中火に戻された。もうあったかいからいいんですか、ね、大丈夫です。じゃ、でもサッとって言ってたからすぐなんだね。半とか、カットっていうとさ、5秒ぐらいの感じだった。違う、それじゃそれはカットじゃない。だから、あまりにも強火だと焦げるから。怖いな、このコウちゃん。急に飛んできそう。この出番じゃなかった。ミコの出番かと思って、あ、違うから降りるって、うん、ミコの出番じゃないって言われたから降りちゃった。今度マー君が、もうみんな心配なんだよ、お姉ちゃんのことが。ほら大丈夫って。ハサミで切った方がいいと思うんだよね。本当だよね、うん、ハサミにしない、今からでも。あ、こうちゃん危ないな、危ないな、それは危ないな。こうちゃん、こうちゃん、で、中火で炒める。あ、行ったよな、